私は1月に Java ゴールド試験を受ける人、今日も夜活していきます。さて、この動画が公開される日はおそらく情報処理技術者試験の結果発表日のはず。たくさん勉強したからこそ、これは落ちたぞという手応えだったので、試験終わった日から切り替えて今日まで頑張ってきました。いよいよ本当の結果を確認する日。でも正直見たくない気持ちもあるけど、できない自分と向き合うことが勉強の醍醐味なので、しっかりと向き合ってきます。今年最後の大一番、どうなる？ Study with me!